こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これです。わかりますよね、1984年に発売された初代マッキントッシュ、最初のマック、これを作りたいと思います。初代マッキントッシュ、1984年発売ということなんですよね。まあ、当時ね、マックってやっぱりめちゃめちゃ高くて、僕は同じ84年に発売されたアップル 2C っていうのが一番最初に買ったパソコンでですね、でマックってやっぱり高値の花って感じでしたね。とはいえやっぱりね、この9インチのモノクロ画面で6万8000円でできること、やっぱりちょっと画期的なアプリがいっぱい出てきたと。初代 Mac は、まあ、マッキントッシュという、まあ、リンゴの名前を取ったと、言われてますけど、まあ、Apple コンピューターなので、当時はね、パソコンってやっぱりもう仕事で IBM PC みたいにとか、そういう世界があるわけですけど、やっぱり個人のこう能力を拡張するというんですかね、知的な自転車みたいな表現もあったんですけど、やることがいちいちやっぱりかっこいいというか、筐体の中、開発者たちのねサインが刻まれてるとかね、まあ、ネジもね、いわゆるこう六角形の、まあ、六角レンチじゃないんですけども、いじり止めっぽいネジじゃないと開かなかったりとか、すごくこういろいろ新しい体験がありましたよね。後ろの持って持ち上げられるところは、まあ、1998年 iMac が発売されますけども、あれにも後ろにやっぱり取っ手のようなところがちょうど猫を後ろから掴むみたいな感じで共通してますよね。まあ、ワンフィッツオール的な、みんなこれでコンピューター使ってよみたいなメッセージがすごくはっきりわかる。128K の初代、これでやっぱり刺激された人はすごく多いのかなと。もちろんコンピューターにはいろんな側面があるので、まあ僕はそっちじゃないみたいな人もいると思うんですけども、そういう知的な活動を拡張するという点では、パーソナルメディア的な意味ではやっぱり Mac ということですね。これやっぱりこうブロックで作ってみると、前のえぐれというんですかね、本体の前面がこう下の方が引っ込んでいるのって、実は当時はまあよくあるデザインだったんですよね。これも僕ブロックで作りましたけど、テックの VT100 とかも、まあ、キーボードがちょうどそこに収まって場所取らないみたいな形でへっこんでいるデザインと多いんですけど、まあ、そういうのはね当然当時も分かってたし意識してたんですけど、やっぱり角度とか、まあ、いろんなところがですね、これ垂直にブロックなんで立ってますけど、まあ、すごく微妙についてたりとか、そういう発見とかもあって、まあ、作ってみるのはやっぱりちょっと新しい見方もできるのかなと。で最後にこのね、みんなの憧れだったマウス、まあ、できました。みんな大好きな初代 Mac できましたということで、来週も作りますのでぜひ見てください。